ゴザの問題は結局ね、相撲協会の体質にありますよ。やっぱりね、その何と言ったってドル箱なんだから、それにね手をつけられなかった相撲協会の誰とは言わないけどね、もう長楽の横綱が八百長出てね、八百長受けたら、お前早く押せ押せ早く押せよバカ押せって言って、うんうんってうなって押せないんだよ。記者はゲラゲラって見てたよ。まあ相撲協会の実態、力士の実態も聞きましたがね、国技であり、国技である限り文化であるのはね、きちっと様式を守らない人間はそれを破壊する人間だから、文化っていうものを理解できずにね、ただ強いということだけで文化の様式を壊すならさっさとやめてもらったらいいと私は思います。大きなニュースがありまして、横綱の引退とニュースがありました。率直にそのニュースをご覧になってですね、あの横綱の問題は結局ね、相撲協会の体質にありますよ。やっぱりね、その何と言ったってドル箱なんだから、それにね手をつけられなかった相撲協会の、まあ、コマーシャリズムというか背景主義というかね、相撲がその伝統を表彰する一つの文化のあれだとするな、文化ってのは単にフィーリングとかそういうもんじゃなくてね、やっぱり文化は文化としてまかりと様式があるわけだ、一つのフォーマット、フォームがね、様式ってのはあるわけですよ。その様式ってものは無視するということだったら、これやっぱり文化の破壊者でしかなくて、相撲が国技であり文化であるならね、その様式をきちっと守らないその力士ってのはですね、やっぱり文化を破壊するしか言いようないし、国技を破壊する言いようないんだから、つまり横綱にあるまじき振る舞いということがあったけども、まあそれをね見ぬふりしてほとんどしてきた相撲協会に責任があると思います。自業自得だと思うね、僕は相撲協会の。まあつくづくね、昔ね八百長問題で物議交わして問題になって、まあ、怖い目にもあったんだけどね、まあそういうこともありましたがね、まあ知事だったら、あの青島君はそれやらなかったみたいだけど、鈴木さんがずっと連れて、まあ、都知事になったので、それが慣例かどうか知りませんが、横綱審議会の委員になってくれて、二度要請がありました。私は断りました。もう相撲にはうんざりしてるから。まあ昔ね、審議員を教えたね、村町誠さんという作家があった先輩の、私が幼稚園問題を起こした時にね、まあ、石原君ね、これは君やっぱりその、自重してくれと。大男ってのはなんかね、体が大きくて力あるだけで変に自信見せてるけどね、わらかみは滑稽なとこがあると。私が言ったんじゃないよ、船橋さんがね。それでね、しかしそういう連中でもなおね、物の哀れってあるんだ。それがだからやっぱりね、相撲道の一つのね、特徴であってね。他の、まあね、ボクシングとか野球とかスポーツが、国技であるかって別にしてもね、それにあんまり物の哀れは働かないけどもね。だから八百長はあるんだよと言ってました、船橋さん。僕も昔あの日本新聞の投票局長でね、大隈秀夫さんで、これ後に評論家になって、あれ日本新聞でも偉くなったんじゃないか、辞めた後大谷宗一さんの一門のね評論家になった、あの人が東京支局長時代、と近くに住んでたんで、よく誘われてね記者席に行きましたがね、記者席ってのは審査員のすぐ後ろなんだよと、土俵で組んでてね、誰とは言わないけどね、もう長楽の横綱が八百長出てね、八百長受けたら、お前早く押せ押せ早く押せよバカ押せって言って、うんうんってうなって押せないんだよ。記者はゲラゲラって見てたよ。まあそういう先の延長にね、あの出来事があったんで、私は教会を咎めて避難してね、大変だったんだけども、まああの時もいろんな人がいろんな忠告を込めたし、まあ相撲協会の実態、力士の実態も聞きましたがね、国技であり、国技である限り文化であるのはね、きちっと様式を守らない人間はそれを破壊する人間だから、ノーズにコマーシャリズムでね、外国人を受け入れるのは結構であるし、私は思わしくないと思うとこあるけども、その人間たちがね、文化っていうものを理解できずにね、ただ強いということだけで文化の様式を壊すなら、さっさとやめてもらったらいいと私は思います。私は日本の文化愛してますから、物流れ愛してますから、日本の独特のね、要するに文化の様式って何も相撲に限らないけど好きですから、それを否定する人間が強いということだけでまかりを取って日本人にですね、こう一目二目置かれるのは、私はやっぱりやりきれないし、かなわないね、ということです。